今日はうちのストーブがどのような構造を採用することで無煙運転が実現できているのか、そのような形についてちょっとご紹介したいと思います。別に難しい構造を採用しているわけでもなく、非常にシンプルで壊れてもすぐ直せるようなリーズナブルな方法を採用しています。今はこのように燃えております。じゃあ実際燃えているところはどういうのかっていうと、こういう感じで燃えています。下から炎が舞い上がって、しっかりとヒートライザーの中で燃焼しています。こうやって普通にガラス越しに炎が見えますけど、すすがあったらガラスなんかあっという間に曇っちゃうので、可燃性ガスがしっかり燃え尽きてガス化しているっていうのがお分かりになるかと思います。そしてこのヒートライザー部分でしっかりとガスが燃え切ることによって、本体の内部というのは高温の熱い空気で満たされています。なので本体の中はこのような感じで透明で、何も煙も何もなく、ただ単に熱い熱風で満たされた空間になっています。ここでしっかりと可燃性ガスが燃えて、そして本体の側面で放熱することで発生した熱をしっかりと放出して、そしてこの煙突から残った熱を外へ放出しています。ポイントがあるとするならば、この部分でしっかりと木から出たガスをきれいに燃焼することがとても大切になります。うちの場合、ここには耐火レンガを2枚敷くことで抵抗を作って、何の抵抗もなくヒートライザーの中をガスが昇るよりもしっかりとガスが燃えるように細工しています。ちょっとこの画像では分かりにくいかもしれませんが、耐火レンガがあることで乱気流が起こり、しっかりと空気と可燃性ガスが混じって煙が全く出ない理想的な燃焼を生み出すことができます。普通の薪ストーブですと、このまま燃焼室から燃焼室の上にバッフルがあって、バッフルから煙突に接続しているので、発生した熱がどうしてもダイレクトに煙突へ逃げていきます。なのでせっかく薪を燃焼させて発生させた熱のほとんどって言われてるけど、実際熱効率は私自身まだ測定したことはないのですが、生み出した熱の多くを煙突から放出しています。しかしこれは先ほど説明したように、燃焼の筒の中でしっかりと高温にした後、本体の外壁に熱風が当たることで熱交換を行って、発生した熱のたくさんを多くをお部屋へ放出しているので、効率よい暖房ができると思っています。それが以前説明させてもらったカットモデルになるんですが、さっき見てもらった炎が吐き上がる部分がこちらで、そして何もないこの空間でしっかりと発生した熱風が熱交換することによりお部屋を暖房することができます。これだけ見れば
ちょっと分かりにくいのですが。サーマルカメラで、サーマルカメラで本体を覗いてみると、このような感じで本体の炎が吐き上がるところが一番暖かくて、周りに行くほど温度がぬるくなっています。そして全て排出した最後の熱をこのように煙突から排出することで、効率の良い運転を行っております。この横の遮熱板を外せば、本体が200度ぐらいあるので、あったかさがさらにお部屋へ放出されるのですが、遮熱板がなければ露壁がとても熱くなるので、私はこの遮熱板を標準装備で設置しています。あとオーブンもよく聞かれるんですが、オーブンの内部は、オーブンの内部はこのようにガラス面以外は300度以上温度が上がっているので、上も下も横も奥もすべて温度がしっかりと上がっているので、焦げ目のつく美味しいお料理が可能となっております。以上がうちのヒミエルストーブの秘密ではないですけども特徴になっています。この映像だけ見ると単にゆっくり炎が燃えてるだけですけど、実際はそのゆっくりした炎が継続するための構造を本体の中に作り込んでいます。こんな難しいことは使う方にとってはどうでもよくて、単に薪を放り込んで放置するだけでゆっくり燃えてくれて、お部屋がしっかり温まってくればそれでいいんですけども、私自身こういうやつが欲しかったですが売ってなかったので、自分で試行錯誤してここまで作り込みました。じゃあどうもありがとうございます。